店舗の内装にはおなじみのハンバーガーやポテトなどをモチーフにした日本オリジナルのデザインが使われています。日本マクドナルドは日本人デザイナーを初めて起用した新たなタイプの店舗を公開しました。世界的に展開している店舗デザインが使われてきましたが、公開された店舗はハンバーガーやポテトなどをモチーフにし、日本人により親しみを持ってもらうのが狙いです。一方、マクドナルドは年内に160店舗程度を閉店する予定で、先月から年末まで月におよそ50店舗の閉店が続く見込みです。駅前や繁華街など高立地の店舗も含まれ、ライバルが跡地に出店を決めているケースも見られます。